ちょっとだけ頭の部分読みましょうかね。消化系疾患、特に胃腸疾患の場合は、胃であろうと腸であろうと、治療として用いる方法は NS というのは交感神経のことですね。 NPS というのは副交感神経、これを調整する清血止楽を行うだけのことであると。適正なる清血止楽を行えば症状の改善は言うまでもなく、ひいては治癒にまで導くことができると。だ、治療して良くなった、また翌日治療して良くなった、また翌日治療して良くなった、良くなったがずっと続くと治癒、治るというものに、到達することができるということですね。で、下の方の、腸疾患の治療例と、1番、暴飲暴食による腸疾患、症例1が48歳の方ですね。昭和50年ですから、もう随分と前の話なんですけど、この本を書かれるまでにだいたい浅見先生が10年ぐらいかかってますので、まあ、昭和40年代ぐらいにはもうこの清血止楽をだいたいおやりになりながら、まあ、先生もご自分の治療を、まあ、混合してやってたっていう時代じゃないかと思うんですね。病名としては、急性胃腸炎、3日前、食べ過ぎて、胃痛、腹痛、嘔吐、下痢があると。昨日も胃痛が、胃が痛くてですね、5、6回の下痢がある。嘔吐も1、2回ある。今朝は胃痛および3、4回の水溶下痢便、もうジャーッと便が出るわけですね。発熱はないと。こういうふうにお腹が痛くて下痢もしながら嘔吐もすると、上からも下からも出すというのを鬼の撹乱っていうんですね。これはいろいろなものがあります。こうやって暴飲暴食もあれば、食あたり食中毒とかですね、そういうのもあります。鬼の撹乱っていってですね、そこに病増子っていうのがあるんですけど、それを見ていただくと縁側で下痢をしながら嘔吐しているというのがあり、昔からそういうのが、あ、大塚さんちょっとあそこの上にあるの出して、本、これね、病増子って面白いんですよ。いろんな病気のことが書いてある。で、人間が死んでだんだん、そう、一番上の上に乗ってるでしょ、それ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 、人間が死んでだんだん腐乱して骨になっていく図が書いてあったりとかですね。ああ、そう。今見るかじゃあ。そういうのとかですね、書いてあるんです。結構お高い本なんですよね。ハードケースの上にまたカバーがかかってというね。どんだけ高いか分かるでしょ。ねえ。まあこう。飢餓の絵とかですね、なんかなかったかな。まあまあちょっとあんまり気持ちがいいじゃないですけどね、まあ、こういうのがいっぱい出てくるわけですよ。鬼の撹乱もあったと思いますけどね。目の治療をしてるのに、その訳も分からず医者もどきのことをして目の中にメスを入れてですね、いや、この人は目つぶれて死んだだろうというふうなともあります。ああ、これとかさっき言ったですね、人が死んでいったらどうなるかとかですね、こんな図がこう書いてあるわけですよね。まあ、食事皆さん済まれたでしょうから、まあ見ていただいてもいいと思うんですけどね。よいしょよいしょよいしょ、うん、ああこの辺ですね。まあまあいいや、この途中ぐらいのこの辺から、あ、病増子というのがありまして、あ、これかな、ゲロ吐いてなんとかっていうのはね、ものがあります。中の文章も読んでいただくと面白いですよ。いきなり横道逸れてしまいましたけど、で、こういう症状があってと。上腹部に自発痛と圧痛、自発痛っていうのは何もしなくても痛いと。圧痛っていうのは抑えたら痛いと。好きなタバコもまずい、体重も減少する、こういうことですから、皆さんが、まあ、ご家庭で、ご主人がね、最近は酒がまずくなったなとかですね、奥さんがなんか好きな甘いものを食べなくなったとかですね、
ものすごいその体の変化のサインですから絶対見逃してはいけないんですよね。食べるものの好みが変わるっていうのは結構なもんですから。だから酒飲みが酒飲んでる間はそうそうすぐは死にませんから、もう飲めなくなったとか言い出すとですね、これはまずいかなということで、考えてください。もちろん体重減少すると、糖尿病もですね、太ってるうちはまだいいっていう話もありますよね。あれがゲソッと痩せてくるとこれはまずいかなということになります。この間糖尿病の患者さんで100キロぐらいある方がゲソッと20キロぐらい痩せてきました。どっちかですよね、糖尿病で痩せたのか癌になってるかと。糖尿病じゃなかったんですね。で、癌でした。違いはいろいろあるんですけどね、顔のこう色が変わったりとか、糖尿病特有のものもあれば癌特有のものもありますので、その辺は少しずつ分かってくれば、いろんな診断ができるようになるんですよね。こういうふうになりましたけどってちょっと言っていただくと私も見てみようと思います。この治療は、まずは左右のイチゴの清潔シラクを行いましたと。食べ過ぎで下痢嘔吐があるわけですから、30秒くらいで、胃痛が止まると、胃の痛いのが止まったと。しばらくすると空腹感が出てきて、タバコが飲みたくなったって言ってこうスパスパタバコ吸うわけですね。ここ 2,3 日1本も吸わなかったのが非常にうまいと。3週間くらいして他の病気で来院されて、先日の腹痛胃痛は次第に良くなって翌日はすっかり治って助かりましたと。治療した日から下痢もピタッと止まりましたと。まとめです。腹痛、嘔吐、下痢などの症状は胃腸の副交感神経の異常更新により起こるものと考えられる。したがって副交感神経をこう抑える清潔する試薬ですね、H5 っていうのは手の薬指です。これを行うとピタリと症状が取れると。しかも1回で治りましたって、こんなこと書くとそんなことがあるもんかとね、なるんですけど、先生も書いてるんですから、ただ1回でピタリと治ったですね。2番目、食中毒、食あたりですね。28歳の方、感染性の腸炎、なんか悪いもん食ったんでしょうね。夕食食べ過ぎて夜間の発熱が38度、下痢が10回、腹痛が強くって、嘔吐はなかった。翌日の10日の日ですね、37度でちょっとまだ熱があって腹痛があると、下痢も十数回ありますと。で、他にの医者にかかりましたけど治らなかった。で、11日、今朝は熱が36度ちょいとあります。腹痛が少しあって下痢はまだまだ全然治ってないですね。十数回あります。心配のあまりに来院する。腹部圧痛がある、お腹をこう抑えて腹診をやってらっしゃるんですね。先生は患者さんを寝せてお腹を抑えて、ここはどうだいと、腹部圧痛がある、抑えて痛みがある、コンピューターを見てるわけじゃないんですね。先生こっち向いて、患者さんこっち向いて、どうですか、パカ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 ってこうやってるわけじゃないですね。先生は患者さんに向き合って、寝てごらん、お腹を押してあげよう、ここはどうだい、こっちは痛くないか、ここはどうだと、こと細かにお腹を押さえてみるということをされたわけです。それから水溶の軟便、海苔の佃煮のようなね、便が出た。治療と経過、左右の H5 の清潔試薬を行います。そうすると圧痛取れる。で、どのくらいの時間で圧痛が取れるというと、大体 H5、今は F5 もやりますけど、手足の薬を清潔試薬やったら直後にもう大体取れます。全部じゃなくて半分ぐらいでも取れます。取りが足りなかったかなと、でも少し良くなってる、例えばこんぐらい悪かったのがこんぐらい良くなったっていうのは当たってるっていう証拠ですから、H5 の清潔試薬が当たってるんですから、よしこれでいこうと。でもう一回 F5 やると、もう大体いいぞと。でまた抑えてみる、どうですか、いやまだちょっと残ってる、じゃあもう一回今度はやってみよう、 H5 F5 もう一回やってみよう。5月の12日、昨夜から下痢が止まって今日は午前中に2回元気が出てきた。その後 LINE はしないと。まとめ、発熱、腹痛、下痢に対して
左右の H5 手の薬指ですね、やりましたと。57ページいきますよ、57ページ。